行け！なあ、お前もし優勝したら何が欲しいんだ？俺はな、自由なんか望んじゃいねえ。それよりもな、あの女とやるって決めてんだ。殺せんねえよ。待ちに待った囚人闘技の時間。1回戦はルールなし、制限時間なしのバトルロイヤル。最後まで生き残った一人が勝者よ。賭けの準備はできてる？この中の誰が五体満足に生き残ることができるの？さあ、ゴミより価値のない最低のクズたちよ。命の限り殺し合え！残骸剣。三秒後、貴様は死ぬ。
回剣。残海剣。三秒後、貴様は死ぬ。とはいえ助ける気はねえからな。間違っても死ぬんじゃないぞ。ああお前らみたいなキャラかいな、すぐひねりつぶしてやるよ。おいお前、俺の邪魔するんじゃねえぞ。邪魔したらすぐぶっ殺すからな。そらこっちのセリフだよ。ああ、言い忘れていたけど、同じ組の人間を攻撃したらそこで失格となるからね。もちろん相棒を殺しちゃダメよ。同じ組の人とは協力して戦ってちょうだい。チッ。それじゃあ、次の戦いを始めるわよ。残海剣。三秒後に貴様は死ぬ。白熱剣。
界拳。お前の剣、北斗神拳だな。あの人間の死に様、そこいらの流派じゃ見れない芸当だ。昔師匠のクソジジイから聞いたことがあるぜ。伝説の暗殺剣と言われている北斗神拳を、まさかこの目で見ることができるとはな。やっとか。わざわざ人を殺しまくってきた甲斐があった。ようやく本気の殺し合いが楽しめるってもんよ。とんでもない男がエデンのコロセウムにいるというのはお前の話だったのかもな。お前は身につけた剣を何だと思ってるんだ。まさか伝説の暗殺剣を使うやつに聞かれるとはな。知れたこと、人殺しの道具よ。お前文句でもあるってのか。なあ、お前も護身やエクササイズでその剣を習得したわけじゃないだろ。この闘技で優勝して何を望むつもりだ。そうだな、人殺し放題の許可証でも頼んでみるかな。これだけ命張ってんだ、それぐらいの見返りがあって当然だ。俺には理解できない望みだな。こんな狂った時代に正論吐こうとしている方が理解できねえよ。それより北斗神拳の真髄しっかり味合わせてくれよ。残ったのは二人の剣士、囚人闘技で久々の剣士のタイマー見せてもらおうじゃないの。はじめ。
次で終わりだ。できるわけねえんだよ。あの化け物に勝てるわけがねえんだからな。おい、ケンシロー！囚人闘技ってのは、要は囚人の公開処刑なんだよ。どんなに勝ち残っても最後は、あいつの餌になって終わりだ。
死聖典。まさかデビルリバースを倒すとはね。あなた本当に強いのね。町の指導者には会えるのか。安心して、今からここに来るわ。それにしても歓声がうるさくて仕方ないわ。みんなデビルリバースの連勝にかけてたんだけど、不思議なものね。今回の賭けは私の一人勝ちだったようですね。ええ、あなただけよ、ケンシロウに賭けていたのは。お酒でもおごってもらわなきゃやってられないわね。考えておきます。また会えましたね、ケンシロウさん。お前は？私はこの町、エデンの統治を任されているキサナと申します。お前がエデンの？優勝おめでとうございます。エデンの長が優勝した者の望みを聞く。それがこの囚人討議の定めとなっています。それではあなたに問います。あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。それだけだ。わかりました、ケンシロウさん。あなたにこの町での自由を与えます。おい貴様、正気か？お前も見てただろ、あんなわけのわからねえ剣法を使う人間なんだぞ。ジャグレ、ケンシロウさんは勝ったの。勝った人間の望みをエデンの長が聞く。それが囚人討議の決まり事のはずよ。それはいいですね、ジャグレ。感謝する。ケンシロウさん、今日からあなたはエデンの住人です。あなたの望みがこの町で叶うことを願っていますよ。おい、てめえ、キサナの許しをもらおうとなんだろうと、俺はてめえのことを絶対に信用しねえからな。この町で自由に過ごすことも許さねえ。変なことしねえか、ずっとそばで監視してやる。いいか、少しでもおかしなそぶり見せたら、その瞬間にお前をぶっ殺してやるからな。そうだ、ジャグレ、
ケンシロウさんにエデンを案内してあげてください。あっ、ちょっと待て、なんで俺なんだよ。なんで俺がこんなことしなくちゃいけねえんだよ。ったく。おい、ケンシロウって言ったな。キサナの命令だから仕方ねえ。エデンって町を案内してやる。その前に何か質問あるか。エデンについて教えてくれ。今、俺とお前がいるこの町の名称だ。誰が言ったのかは知らないが、いつの間にか人々からエデンって呼ばれるようになった。エデン、楽園という意味が込められているんだな。まあ、この町の力は隣接するスフィアシティって施設によってもたらされている。スフィアシティ。町の後ろに山をくり抜いた空間が見えるだろう。あれがスフィアシティだ。透明の壁に覆われたあの不思議な建物のことか。核戦争前からあった何かの施設らしいが、詳細はよく分かっていない。だが今も施設は稼働していて、外壁のパイプ内を大量の水が循環している。電気も発電されてるんだ。旧世界の発電施設か何かか。おそらくそうだとは思うが、エデンではスフィアシティの仕組みを知ろうとすることは禁じられている。施設の中に入るのもご法度だ。ずいぶん厳重に守っているんだな。触らぬ神にたたりなし。奇跡の施設スフィアシティを守るのも俺らエデン衛兵隊の仕事ってわけだ。謎の施設からもたらされた無限の資源によってこの町は成り立っているということか。そう。そしてその町を統治するのがあのキサナってわけだ。あのキサナって女について教えてくれ。あの女は何者なんだ。おいてめえ、口の聞き方に気をつけろよ。キサナはこの町の統治者だぞ、聖女だぞ。呼び捨てにすんじゃねえ。キサナ様って言えバゲル。お前は呼び捨てにしているだろう。恋人か。ちげえ。俺とあいつは、名代様がこの町を開発した頃からの知り合いなだけだ。名代？キサナの父ちゃんだよ。核戦争後、あのスフィアシティを最初に発見したこの町の創造者さ。エデンを作った男か。強くて賢くて誰にも優しい。そりゃ偉大な方だったよ。だが3年前突然死んじまってな。それ以来娘のキサナが名代様の後を継いでエデンの統治者となったのさ。そういうことだったのか。エデンを囲んでいる城壁もそれを警護する衛兵隊も全て名代様がスフィアシティを悪党から守るために作ったもんだ。悪党？ああ、お前が囚人闘技で戦ったような荒くれ者から
組織だった盗賊集団までいろいろだ。ここ数年は凶王軍という軍も襲撃してきている。狙われてばかりだが、俺たちの力で守っているってわけだ。お前は確か衛兵隊の隊長なんだったな。おうよ、俺がこの町の治安を仕切るエデン衛兵隊隊長のジャグレ様よ。お前はどうしてこの町に来たんだ。簡単な理由さ。水や食料を求めて家族一同この町に移り住んだんだよ。家族がいたのか。つっても親父も母ちゃんも死んじまったんだけどな。今は俺一人だ。そうだったのか。衛兵隊に入ったのは3年前からだ。それから毎日町の治安を守り、体を張り続けた結果、見事衛兵隊のトップ、衛兵隊長に上り詰めたってわけよ。そうか。ところでさっき家族で移住したと言っていたが、かつては人の出入りが自由だったのか。そうだな。ま、俺らが移住してきた頃は縄文も衛兵隊もない集落みたいなノリだったからな。そこから町の創始者である名代様が町のルールを決め、それを守るための衛兵隊を組織し縄文を作った。今のエデンの原型はその頃にできた。それからは外部の人間を受け付けなくなったと。知ってるとは思うが、キサナが発行した許可証があれば外部の人間がエデンに入ることも可能だ。だがあまりにもエデンの物資を求めてやってくる者が多いから、今は治安維持のため入出制限しているのが実情だな。ユリアについて何か知っていることはないか。ユリア？ああ、確かお前が探している女の名前だったな。あいにくだが俺は何も知らねえよ。つうか本当にこの町にいるのか。どういう意味だ。だってよ、これだけ衛兵隊が目を光らせているんだ。そのユリアって女がもしエデンに入ったんだとしたら、俺に何かしらの報告があるはずだ。お前も全く知らないというわけか。ここ1年くらい外部から入ってきたやつといえば医者や大工に商人、あとはおめえみてえな牢屋行きの連中くらいなもんだ。そうか。ほら次に行くぜ。もたもたしてると日が暮れちまう。はい、行くぞ。こっちだ。ったく、どこを突き歩いて。おい待てよ。おい、こっちだ。